それでは最後のページに、最後のビデオになります。今回は5分系の2番をやっていきますね。5分系の2番の方の C の部分に不定詞が来る場合というのを、はるばる説明してまいりましたので、仕込みます。前回までやったところをちょっと仕込んでおきましたので同じですね。前回の C のところは動詞が普通に来ていましたけど、今回はちょっと違って C のところに不定詞が来た場合というのを話していくんですね。では C のところに不定詞ということは、ここに to 何々っていうのが来るってことですよね。 to プラス動詞の原型が。例えばどんな文章があるかというと、私はあなたに勉強してほしい、皆さんにもまあ勉強していただきたいんですけれども、 I want you to study になりますね。 I want you to study。さあ、この want というものが出てきました。皆さん want という言葉はよく知ってると思うので、例えば I want to study English とか、それから I want a cup of tea とか、want の後ろにすぐに何か欲しいものが来たりとか、何々したいよとかいう場合は want to study とかいうふうに言ってたと思うんですけど、 want の後ろに実はこの O が来るという場合がありますので、実は want は5分形の2の want もあるということですね。ここからが C になるんですけど、ここからが、C の不定詞、 C のところに不定詞が来た場合、これは、5分形の2になります。なのでレベル3の方はこの文章も結構、記憶に新しい方いらっしゃると思うんですけど、 Do you want me to show youDo you want me to show you? このフレーズはですね、レベル3の方、ユニット19レッスン1の Radio Reporter の、Heather のスコットが話しているところで、スコットが How does that work? というふうにリコーダーをどういうふうに使うのと聞いたときに、ヘザーが優しく見せてほしいのというふうに言ってるんですね。その時の文系文法も実はこういった意味があったというわけです。レベル3のその Radio Reporter のエクササイズのところで、友達、ベストフレンドがあなたに何て言いましたかというふうなあのエクササイズがありまして、ある生徒さんが、私のベストフレンドは、例えば広島に引っ越してしまって、何て言ったかって言ったら、広島に引っ越したので私に今度広島に来てほしいっていうふうに言ってくれたんですっていうふうにあのお話ししてくださったんですけれども、そこをどういうふうに言うかわからなくて詰まってたんですね。友達が私に広島に来てほしいっていうふうに言ってたんだっていうふうに言った時は、こうですね。My best friend told me、 でもベストフレンドをまた言うのはおかしいので、 She wants me to come to 広島になりますよね。なのでこういった話を詰まらせてしまうというのは、この文型がわからない方が多いということなんですね。この人に to 以下のことをしてほしいというふうに言いたい場合の文型が結構弱い人がいます。レベル3の方でも結構弱い人がいますので、ここが肝になってくるのではないかなと思います。しっかり勉強して、実際の場面で使えるようにしていただきたいと思います。話それましたけれども、残り3つしっかりと、例文揃えていきます。書いておきました。この文型ってですね、実はまあ、 語文型っていう言い方では勉強しないんですけれども、初めてこの勉強するのは中3になります。で中3で、この文型を勉強するときに代表的
的に出てくるのが、want と told、まあ、tell ですね、と ask、 この星がついてる3つを中3で初めに習わされます。今まで中1とか中2では want、I want to study とか I want a cup of tea とか、want は3分形とかで使っていたんですけれども、もしくは tell ってもそうですね、4分形、先ほども言いました tell, he, to, that っていうのもさっきのビデオでやりましたが4分形だったんですね、中2とかでやるのは。それから ask もですね、そうですね、 ask meAsk me a question なので4分形ですね。ということで、まあ、中学生で4分形とかいう言い方しないんですが、中3で初めて want の後ろに O が来る、 told の後ろに O が来る、 asked の後ろに O が来るっていうのが、中3で初めて出てきちゃうんですね。で、今までと違うので結構うろたえるんですが、この3つが一番初めに出てくる代表的なものですので覚えやすいかと思います。まあ、もっとここにもあるのでね、こういうことですね。あとはランダムにこの形を取る動詞っていうのを覚えていくしかないんですね。で、 allow っていうのは、My dad allowed me to study abroad、allowed と呼んでくださいね、お父さんは海外で勉強をすることを許して、私に許してくれたということです。はい、この C のところにですね、ひたすら動詞もしくは不定詞が来るというやつの勉強を、しました。最後ですね、残りの時間で、やはりどのくらい時間が残ってるのか知らないですけれども、編集でどうなるか分かりませんが、先ほどこれメイクやりましたよね。メイクとレッドとハドっていうのは、これ刺激動詞というふうに言いましたよね。刺激のまとめをちょっとしておきたいと思います。さて、メイクと、ハーブとレッドなんですけど、これを刺激動詞というふうに言います。この子ちょっと消しますかね。原型、ハブ人原型、レッド人原型、この人に原型させる、もしくは O に C させる、 O に C させる、 O に C させるなんですけれども、させるレベルの強制力が右に行くに従って、低くなってきます。メイクが一番強制力が強いような言い方になりますので抗えません。レッドの方はですね、強制力が弱いんですね。この話、私がカナダ留学中にネイティブとかなり語ったことがあります。この人に原型させるというのは、この O の人の意思関係なくやらされるんですね。一番右のレッドに関しましては、この人の、希望が入っている場合ですね、この人がこう原型したいっていう希望が入っている場合に、その人の思い通りに、主語の人がやらせてあげるというような意味になるので、結構弱めになってきてるんですね。で、ハブがですね、その弱さと強さの中間を取るような形になりますが、実はこれを、言い換えることができるんですね。別の言い方で、別の動詞にして言い換えることができて、強さもそのまま、反映されているような形になります。それがフォース人 to 原型、これが get 人 to 原型で、これが allow、 先ほど上にこれにありますね、 allow 人 to 原型になります。見ての通り C の部分に不定詞が来ている場合ですね、
この下の段は C に不定詞が来ている場合、上の段は C に動詞の原形が来ている場合になります。両方とも SVOC になります。それと同時に C のところに to プラス動詞の原型が来る、それぞれの言い換えも勉強できますので、文型プラス 6つの動詞を一気に覚えられることができますので、こうやって動詞、増やしていったり、それから語法を理解したりしていくといいと思います。それから、どれくらいまた、時間がちょっとあるかわからないんですけど、レベル4の方ですね、getもしくはハドなんで、ハブなんですけれども、ゲットの後ろにこの O の部分に物が来る場合ですね、物が来る場合はこの C が PP になることがあります。過去分詞ですね、物 PP です。これ SVOC、 SVOC になるんですけれども、この PP の部分が C なんですが、語文系の1番の方の O イコール C になります。ゲット人という原型の方は語文系の2なんですが、PP の方のもの PP の方は語文系の1番になりまして、O イコール C の方が成り立つようになりますので、ものが例えばレベル4の方だったら、Everything Unpacked なんていうようなレッスンがこの間ありましたね。Moving の時のレッスンです。モノイコール PP、モノがアンパックされる状態になるということで、語文系の1番になります。そんな風にして、実はですね、この詩役っていうのは、盛りだくさんです。人が来る場合は、このようにハブとゲットで言い換えられるし、モノが来る場合はですね、ハブもゲットもモノ PP、 ゲットモノ PP になります。こんな話ですね、入門なのでさらっと説明しておきました。わからない人は飛ばしてください。レベル4の方の、生徒さんをちょっと助けたくて喋、りましたので、他の方はですね、今のところ忘れてください。中級とかでやっていきたいと思います。はい、それでは私の方から以上になります。しっかりと復習をしてですね、見ていっていただきたいと思います。次回は比較級です。皆さん最後まで19日間入門プログラムを見ていただきありがとうございます。このビデオがいいなと思いましたら、いいねのボタンとそれからチャンネル登録をお願いいたします。また何か文法について質問がありましたら、下のコメント欄に質問を残してください。なるべくお返事できるようにいたします。それでは Thank you very much for watching. Stay safe. See you next time. Bye.